こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は9月の10日の火曜日です。国会はですね、まだ開かれておりません。来月の15日から開かれるという予定らしいですけれども、先日は、日本が2020年のオリンピック東京招致が決まったという、ニュースで日本中が沸いていたわけでありますが、本当にですね、この日本招致、これ安倍内閣がこのチームジャパンということで本当に JIOC も含めてですね、IOC に働きかけをしてチームジャパンで取ったということだと思います。安倍総理の政権になってからですね、本当にこういう国民のこのこれから日本に対するですね、大きな希望の一つの事業となります。オリンピックをはじめですね、いろいろデフレ脱却も含めですね、いいこれからことが起こるだろうという、そういう期待が高まっている。これは本当に安倍総理のお力だけではなくてですね、本当に運も味方している、そういう気がします。しかし、その背景にはですね、6年前、いまれなきバッシングで政権を、この降りざるを得なかった、あの時の悔しさからやはり一回りも二回りも大きくなって、いろんな政治的な活動がですね、自信を持ってされているところが、追うところがあるんだと思いますけれども、いずれにしましてもオリンピック招致、本当に安倍総理ご苦労様でしたと申し上げたいと思っています。でそこで私はですね、せっかくこういうこのオリンピック招致が決まってきたわけです。7年後であるわけなんですけれども、これを契機にですね、日本がもう一度、この成長できると申しましょうか、国民が期待を持つ、そういう方向にですね、世論を引っ張っていかなければならないし、政策誘導も必要だと思うんです。でオリンピックが東京で行われた昭和39年、この時はですね、私がちょうど小学校、上がる前、幼稚園の年長組だったと思いますね。でこの時に、この私も明確に今でも覚えてますけれども、オリンピックのですね、聖火台に、聖火がともり、ファンファーレが鳴り響いた、本当に、素晴らしい、この感動を幼い心に覚えたのを思い出してるんですけれども、あの時はですね、あれが東京オリンピックにできるということで、首都が首都高速もそうですし、それから、この新幹線、さらには名神高速道路などですね、新しい国土軸、都市計画がですね、戦後の復興の、中で行われてきたわけです。それが一つオリンピックというのが大きな目標になり、その後、昭和45年の万国博覧会ですね、大阪で行われたこの万国博覧会、この時に合わせて今度は関西圏の方のですね、まちづくりをしっかりやっていこうと、東京と大阪でこういう大きな事業が、立て続けに行われてですね、日本は一挙に経済成長をすることができるようになってきたわけです。さてそれからもう40年50年と経ってきたわけですけれども、この平成になってから20年というのはですね、そういう大きな国民がですね、この胸は吉を踊るというようなですね、そういうワクワクドキドキするような夢や希望やですね、そういうものがなかなか見せることができなかったと。むしろ世の中的にはですね、もう日本はですね、これ以上成長もできないし、それからですね、しなくてもいいし、製品の思想というのもあるようにですね、もう少し地味におとなしく生きてる方がいいんだよと、そういうのがあのバブルの反動から出てきたことも事実だと思うんですね。で私はもちろん成長一本やりでいいというわけじゃないんですけれども、この20年ですね、あまりにも、この成長に対してですね、否定的なことをやりすぎたために、世の中やはりデフレになってしまう。そしてその影響でですね、国民みんながですね、この下を向いてうつむいて、なんと見えない自信喪失の状況になっていますよね。でそのことを考えると、せっかくこのオリンピック招致を決めたわけですから、これを利用してですね、もう一度日本人が元気が出るような総合的な政策をぜひ安倍総理の下でしていただきたいと思っているんです。でその一つがですね、国土軸、同じように東京オリンピックの39年と同じようにですね、もう一度この整備なんですが、その目玉がですね、私はリニア新幹線だと思っているんです。でこのリニア新幹線、JR 東海がやることになっているんですけれども、もちろん運営は JR 東海がするわけなんですけれども、私はこれはですね、もともとこの国土軸を作る話というのは一民間企業が行うべきものじゃなくて、まさに
この国家がですね、国家戦略として行うべきものだと思っています。で特にこの東京大阪の国土軸というのは日本の一番大事な柱になっているわけですけれども、これがいわゆるこの東海道新幹線、東名高速、名神含めですね、この太平洋側の地震に一番弱い地帯を走っているわけですよね。津波にも弱いで、またもう一方のリニアはですね、大震度地下を通っていきますから、まあ、地震とかには非常に強いと言われています。でこれを今名古屋と東京の間を結ぶとりあえずやるというんですけれども、これ一挙にですね大阪までつないでいただきたいんですね。そしてそれは、新大阪じゃなくて、そこから先関空までつなげちゃうと。そしてできればですね、こちらも東京駅でだけではなくてですね、成田までつないじゃう、それぐらいの私は大きな空港と空港を結んでいくという戦略をぜひしていただきたいと思います。当然これができますと東京大阪間はもう飛行機の路線というのはなくなります。しかしなくなっていいんですよ。で成田と新大阪、この関空をつないじゃうとですね、この2つの空港が、まあ、この同時にうまく、使うことができるわけですね。で東京オリンピックでたくさんの、外国からの、このお客さんを呼んでくる、招いてくると言っても、なかなか今の発着の枠ではですね、この、成田それから、この羽田空港だけではですね賄いきれない。でこれからますますですねその整備をしなければなりませんけれども、関空とつなぐとですよ、一挙に、その関空まで、関空に来ていただいて、そこから1時間、余りで東京まで行っちゃうわけですからね。でそしてその間に中部国際空港もありますから、そこからですとまた30分で行っちゃうと。つまりこの区間にあるですね国際空港が全部、この一直線上で、ほとんど、その移動はですね数十分単位でこの使うことができると。これ非常に大きな経済効果をもたらしますね。で外国に対してそうであるだけじゃなくて、日本国内においてもこのリニアの路線のところはいわば全部そこでですね国際空港を持ったと同じ意味になりますから、非常に大きな経済効果を。そして特に私の住んでいる関西圏におきましてはね、でこの関空と、このリニアでつなぐことによってですね、もう伊丹空港というのは国内線の空港で今残ってますけれども、これは本当に廃校にできるんですよ。しかしここ廃校するだけじゃなくて、まさにここに伊丹空港の周りは交通の要衝で様々な交通機関がアクセスしてますから、いわゆる副都心、副都心というのも第二首都ですね、東京がもしもの時には大阪がバックアップできる。でそのための用地としてですね、このインフラ整備も含めてこれほど重要な地域はないわけでありまして、これが関空とこのリニアでつなぐことによってですね、そういうことも可能になってくる。でそういうことを含めですね、非常にこれから日本にとりましてもですね、こういう投資をしていくことによってそれぞれの地域が非常に活力が出てくる。で特に新幹線、東海道新幹線はリニアができちゃいますと小玉中心で走ればいいわけですよね。でそうするとこの地域間の交流はですね非常に早くなりますよ。で今までは小玉がですね1時間に1本程度しか走らない、しかも、のぞみや光優先ですからずっと待ち時間が多いんですけれども、それが一挙に短くなるわけですよね。この沿線は本当にこれ今まで以上に一挙に、活力が出てくる。でそういうことを含めですね、こうした投資をですね政府がしっかりやっていくことによって日本はもう一度活力をもたらせます。そしてそれをオリンピックに合わせてやっていこうじゃないかということなんですね。で私はぜひそういう政策をやっていただきたいし提案していきたいと思ってるんですけれども、でこれこそまさにアベノミクスが一番目指すべき成長路線の私は核になるべきだと思っています。まあ、いずれにいたしましても安倍総理が誕生されてからですね、世の中の空気ずいぶん変わってきました。オリンピックも招致できるようになってきたし、なんだか、国民全体の、顔つきもですね笑顔が漏れるようになってきているような気がします。おそらく民主党政権ではですね、このオリンピック招致できなかっただろうし、現に畑山政権の時には実際失敗しているわけですけれども、このオリンピック招致を契機にですね、ぜひ、東京だけにですねその経済効果とかさまざまな恩恵があるんじゃなくて、日本全体が良くなるようにやっていかなければならないと思っております。そして最後に申し上げたいのは、このオリンピック東京オリンピック招致一番の問題はですね福島の、
この原発事故対応の問題だったんですが、この汚染水はコントロール下に置かれているということを総理はおっしゃいました。でその意味はですね、これから東電任せではなくて政府がきっちりやっていくということだと私は思います。まさに民主党政権の時代はですね、東電を責めるだけで政府が動かなかったんですよね。でこれからは政府が前面に出て、この福島の復興、この汚染水の話も含めですねやっていく。でそうでなければこの東京オリンピックもですね、本当にみんなが祝うことができないと思うんです。日本中で被災地も、それから被災地以外のところでも、東京以外の地域、日本全体でですね、このオリンピックを成功させていこうと、そういう機運が出てくるように我々も頑張っていきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。